子芝村のワクワクチャンネルでーす。イエーイ。はい、えみちゃんは今日も上機嫌でーす。もうすごいですね。めちゃめちゃ上機嫌ですね。そうですね。今日ちょっとまこちゃん、私ね、はい、話したいことがあってさ。え、何の話ですか。なんかね、最近地元で私、会う人と会う人にね、はい、女の子たちもそうなんですけど、うん、あの男の人たちからもね、なんか恋愛の話聞きたいって言われるんだよね。あー、いいですね。ちょっと聞いてみたかったです、恵美子社長にそういう話。ありがとうございます、はい、いや、そして私もね、なんかね、なんでね、こんだけウキウキしてるかっていうとね、はい、なんか今の若い子たち、うん、女性ってすごく恋バナっていうかな、うん、そこに燃えてる人たち多いから嬉しいなと思って。まあそれはね、恋は大事ですからね、うん、燃えると思います。そう、それでね、一つだけね、はい、昔とちょっと流れが変わってきたかなと思うんだよね。はい、うん、それはね、うん、昔は男性がよくさ、ね、全部とは言わないんだけどね、うん、よく男性は女性たくさん付き合いたいって人多かったじゃん。はいはいはい、ね、で、女性はさ、そんな浮気者の男の人嫌だわとか、私は一人の彼氏がいいわって、うん、そういう人多かったんだけどね、はいはいはい、実は最近ね、違うんだよ。違うんですか。違うの聞いててびっくりよ。はい、いや、それ全員じゃないからね、うん、最近のチェアオポートしてたよ。まあそうですね、うん、あのね、自分、女の子たちもね、女の人たちも、うん、彼氏たくさん作りたいっていうの多いの。あー、そう、それで彼氏たくさん作りたい、はい、だから、うん、なんか彼氏って固定の人作んないっていう子が結構いるんだよ。確かに。そうね、それで、うん、それすごいなと思ったのね、うん、結構その域まで来たかと、うん、なぜかっていうと、うん、うちの師匠のね、うん、あのひとりさんの昔だよ、はいはい、言ってたことがあって、はい、あの女性、あ、これからの時代ね、うん、あの魂っていうかな、なんかいろんな意味でエネルギーが上がってくる、人間のエネルギー上がってくると、はい、ね、男性は女性に近づいていく、うんうんうん、それで女性は男性に近づいていくことになるよって言ってたことがあったんだ。あ、そう、はい、そしたら反対に、なんていうの、あのそれを立証するかのように、うん、一時からさ、男性がメイクしたりさ、髪の毛を縛ったりとか、うん、ファッションにめちゃくちゃおしゃれする子が増えてきたじゃん。確かに、ね、いますね、今いるじゃない、うん、ほんで女の子から可愛いとか言われちゃってんじゃん、うん、で、かっこいいもあるけど可愛いって言われる子が多いじゃない。確かに確かに、うん、それで反対にね、じゃあ女性はさ、やあの家にいてみたいなところあったんだよね、うんうん、それで女性らしくっていうのあったんだけど、最近女性大統領とかね、うん、言ってたり、女性の強さっていうかな、うん、あのそういうのを押せで出してくる人たちってすごく増えてるじゃん。確かに確かにね、うん、っていうこと自体がどうなってくるかっていうと、うん、昔ひとりさんが言ってた男性も女性も同一になってくるっていう状況が起きてきてるよね。いや、起きてきてますね、うん、間違いなく、うん、それはね、何が、そうなってるかっていうと、根底的にね、うん、いろんなことがその心理に基づいて変わってきちゃったよね。そうですね、うん、だって、だから女性もたくさんの男性と恋人いっぱい、あ、恋人っていうかね、うん、ボーイフレンドいっぱい作りたいとか、うん、ね、昔は男性だけの特権みたいなこと言われてたんだけど、うん、最近はそうじゃなくなってきちゃったんだよ。そうですね、うん、でそれすごくいいことでね、うん、で私その中でね、うん、やっぱり、私昔ひとりさんに言われたことは、うん、男性は、ね、うん、家庭を守って家庭をちゃんとね、うん、生活力をつけなきゃいけないっていうことで、うん、昔の考え方で言うと、まずは経済、うん、それからお金を勉強しに来てるんだと。なるほどね、経済と、はいはい、お金、ね、それで女性は反対に、うん、人間関係を勉強しに来てるんだよって言ってたの、はいはい、でもやがてはそれはね、3つとも必要な、ね、両方とも3つとも必要になってくる時代が来るなって言ってたんだよ。男性も女性も3つ何か必要ってことですね、うん、そう、3つっていうかね、うん、今までは女性とか男性とか分かれてたんだよ、全てが必要なものが、うん、それがごちゃごちゃになってきちゃってるじゃない今。まあ同一化してきてるってことですね。そうそう、同一化してきてるから、はい、男性論女性論じゃなくなってきて、うん、平等論みたいになってきてるんで全部が。なるほど。でそうなってきた時に、うん、一番必要なことは3つ必要、はい、それはまずお金とか経済を勉強することと、はい、人間関係、はい、この3つ男性であっても女性であっても勉強する時代が来たんです。なるほど、すご
いじゃない、うん、でそれはどういうことにつながりますかっていうと、うん、生活力あって自立する人を作るっていうことだよね。そうですね、うんうん、今若い子にしてあの男性若い子でも、うん、女性の若い子でも、うん、自立していくことが大事なんだよ、うんね、この3つをキーワードにしていくことが大事、うん、確かに確かに。そうすると自由を選べれるんだよね、うん、ねえ選べれるじゃん、うん、だって経済力があるからたくさんのボーイフレンドもガールフレンドも作れるし、うん、ねそういうことだよね。そうですね、うん、だから私たちの学びがねこれだけじゃなくて幅広い学びができる時代が来た。今その昔はその経済力とかお金っていうものが基本男性がまあ作ってくる文化というかそういったところ でまあもちろんあの不倫や浮気を推奨してるわけではもちろんございませんが、それは絶対ないんだけど、あのあくまで近年の傾向の話をしてるだけなんですけども、あの確かにそう経済力がある方が例えば浮気をされたりとかした時、まあもちろんその時あの当事者同士はね揉めたりとか喧嘩されるかもしれませんが、まあ、世間一般的に言うとまあまあお金持ってる人だしなみたいな、どっかの国の王族とかもそうじゃないか一夫多妻制みたいなっていう感じで、あの半分こう黙認じゃないですけどされたりするような文化がありました。でもこれを片や女性がやるとなかなか淘汰される、男性以上に淘汰されるような風潮だったと思うんですけど、今恵美子社長のようにね自立された女性みたいな方がたくさん若い子も増えてきてるので、はい、そういう意味で同一化その平等に扱われるようになってきたっていうのが、うん、そうそう、だから自由になってきたってことだよね、うん、それともう一つさ恋愛にかこと関したらさ、うん、赤い糸っていうじゃん結婚する相手を、はいはいはい、で赤い糸ってもしかして一本じゃないかもしれないよ、私たちがこっち生まれてくるときにね、なんかよく言うんだけど、ね、人生って言ったら変な話だけど、うん、向こうの世界でこっち来る前に、うん、あのいろんな役職、うん、嫌なこと言う人だとか親子関係もそうだけどね、嫌なこと言う人とか親友だとかいろんな人と約束してきてるらしいんだよ、うん、俗にね、うん、そうするとあの好きになっちゃう人っていうのもねなんか決めてきてるから何人か出てくる可能性もあるんだよ。ありますね、それはね。でそれが今までは絶対になんかこう悪と悪の根源みたく浮気することも全て、うん、いや良くないんだけど、うん、悪の根源みたくなってたんだけど、うん、ちょっとここ少しそこが少し中和されてくるのかなみたいな、うんうんうん、まあ要はあれですよね、例えばの話なんですけど、じゃああの結婚をまず A さんとされました。で A さんのことももちろん好きで結婚したんですけど、意外とこうなんか合わないなって思ってきて、で どちらの関係も悪くなった場合に、その時に例えば B さんが現れてしまった、 B さんで結果 A さんと別れてしまって B さんと一緒になる。でもこの B さんと例えばその後の将来添い遂げたりとかずっと一緒にいたりとかって、まあ それに関しては A さんのことも赤い糸だと思ってたけど、実は B さんも赤い糸だったっていう、こういう結果論になってしまいますね。そうそうそう、だから結局あの一本の糸じゃないってことで、うん、恋愛は神事じゃないかなと、神事っていうのかな、うん、私たちが約束してきた人が出てきただけなんじゃないかなって思ってるし、うんうん、でもそこにねうまく円滑に行く方法っていうのがあって、はい、それはやっぱり愛を大きく広げることだと思うんだよ、いつも言うように、うんね、うん、愛あるね、愛あることを大きく広げていくことが、うん、あのすごく大切で、はい、愛がないことがダメなんだよね。そうですね、うんうん、だから反対にあのいつも優しい彼氏で自分のこと一生懸命優しくいつも言ってってくれてる人だったらさ、うん、大好きだなって思いながら、うん、ま、万が一この人浮気した時もまあちょっと許そうかなって気持ちにもなっちゃったりするんだよね、うんうん、まあしちゃいけないけどね、うんうん、だけどなんかこう本当に愛のあることってすごく大事だなってちょっと私は思いました。うん、なるほどですね。それでもう一個ね、恋愛の中で必要なこと、はい、それはね、うん、寂しいからあの彼氏が欲しい、うん、寂しいから彼女が欲しいって言うと、うん、寂しい同士が2倍集まると2倍寂しいからね。あ、だから自分が自立して楽しいよって言ってる人が、うん、彼氏を見つけたり、うん、彼女を見つけるのは最高なの。なるほどなるほど、うん、それがベストだと私は思うんですね、はい、で最後にまとめになるんですけど、はい、何言いたいかっていうと、これからいろんな意味で自立していくと、うん、いろんな選択がいっぱいあって、うん、自由な選択をいろんなことできることが恋愛の中にも起きてるなと、そういうことですね、はい、思いました。つまり一個だけが必ずしも答えじゃないよということですね。そうです、こだわりすぎちゃダメと。そうです、それでいってあなたが幸せで楽しい方法を選ぶこと。そうですね。で次回は後半戦もまた面白い話をします。うわ、すごい気になりますね。いいですね。じゃあぜひまた次回お願いします。はい。
はい、ありがとうございました。